回転磁界、または回転事情とは S 極と N 極の体が中点もしくはある軸を中心に回転しているかのように極性が変化する磁界を言う。理想的には極性は一定の回転速度で回転する。交流電動機の動作の鍵となる原理である。回転磁界は誘導電動機や発電機などの電気機械装置に広く応用される。他方、 誘導電圧調整器などの純粋に電気的な応用もある。対象回転次回は2つのコイルがあれば、それらに90度以上がずれた交流電流を流すことで発生させることができる。しかし、ほとんどすべての場合で参照交流を利用するために3つのステータコイルが用いられている。3つのコイルのそれぞれには互いに120度以上のずれた交流電流が流される。 ここでは簡単のため、次回はコイルに流れる電流の線形関数であると禁似する。3つのステータコイルに正弦波電流を流すと回転軸に垂直な3つの正弦波次回が発生する。この3つの次回を1つに合成すると回転次回となる。黒い矢印が参照回転次回。120度位相のずれた正弦波を1つに合成すると大きさの一定で、 向きが回転するベクトルを得る。ロータは一定の次回を持つため、ロータの N 極は、ステータの作る次回の S 極に引き付けられて動き、また逆も同様である。この時期機械的引力により、ロータを回転次回に同期して回転させる力が発生する。US パテント381968モードプランオブオペレーティングエレクトリックモーターズバイ。 プログレッシブシフティング、フィールドマグネットアーマチュア、エレクトリカルコンバージョンエコノミカル、トランスミッションオブエネルギー、シンプルコンストラクション、イージャーコンストラクション、ローテーティングマグネチックフィールドプリンシプルズ。このような磁界の中に置かれた永久磁石は外波と向きを一致させるように回転する。この効果が初期の交流電動機に応用された。 回転磁界は2つの直角に配置されたコイルに90度位相のずれた交流電流を流すことによって発生させることもできる。しかし実用的にはそのような構成では3本の導線に不均等な電流が流れることになり、導体サイズの標準化に深刻な問題を引き起こす。この問題を解決するため3本の導線に120度ずつ位相をずらした。 均等な電流を流すことができる三小構成が用いられる。この構成では3つの同じコイルが比較的に120度の角度をなして並べられ回転磁界を発生させる。この三小構成により電動機に用いられる回転磁界を容易に発生させることができることが送電システムにおいて三小交流が支配的であることの理由の一つとなっている。回転磁界は 誘導電動機にも用いられる。永久磁石には経年劣化の問題があるため、誘導電動機にはロータとして電気的にショートしたコイルが用いられ、これが複数のステータコイルの作る回転磁界に追随して回転する。この回転磁界中に置かれたロータには渦電流が生じ、この電流に働くローレンツ力によりロータが回転する。この形式の電動機では、 ロータに渦電流が生じるためには滑りを必要とするのでロータの回転は回転次回とは同期しないことが多い。回転次回の発見は一般にイタリア人物理学者兼電気技術者であるガリレオ、フェラリス及びセルビア系アメリカ人発明家兼電気技術者であるニコラ・テスラの二人に返せられる。テスラは彼の自伝において1882年に構想を得たとしており、 フェラリスは1885年に構想の研究について書き記しており、実動モデルも作ったとしているが、双方の主張とも第三者による裏付けはない。1888年、テスラは彼の設計で米国特許を取得しており、フェラリスは研究成果はロイヤルアカデミー・オブ・サイエンシズ・イントリノに論文として投稿している。ありがとうございます。